大学生指導した時もそうなんだけど、あ伝わったなってこう、あ、はい、はいって聞いてくれる時は、うん、変な言葉使ってる。変な言葉使ってる。うん、その人間のオリジナルの、そう、人の言葉とかじゃなくて、その、うん、言葉じゃなくて、うん、いいかって、お前はこう反ると動けないでしょって、それって言われるけど、若干前かがみになってゾンって言ってみみたいな、っていう方が、あーってこうっすか、うん、違う、これはって、ああいいっすねみたいな、伝わったなみたいな、